やりましたよ、勝ちだ、よっしゃ、やった圧巻の走りだね、カズマくん。また参加してくれよな。あれ、あ、これ何、あれなの、栄養だけなの、もし、あ、まあ、よかったよかった、これよかった、うん、これ来ないとこいつに勝てないからね、今度ね、うん、よし、よっしゃ、これ先に進みそうです、やっと、うん、まあこれ今のはサブストーリーのあれには関係ないんですけどね、あのあいつとの、うん、なんかってこう、うん、いらっしゃいませ。よし、お、もうこれしかないじゃねえか、もうウルトラ迅速ギア、ありがとうございました。よし、早速2つ買ったとこで、じゃあチャンプに挑むか、うん、一回ちょっとこれでやってみましょう。デビルキラー、まあマシンがどれでも一緒だってことなんで、デビルキラーでちょっと、うん、ちょっとスピードがちょっと足んない気がするんですけど、加速力をちょっとつけて、あとタイヤをあのスパイクタイヤにしてみました。芝生がある、あるんでね、うん、あんま芝生関係ないかなと思ったんですけど、意外となんかちょっとなと思ったんで、うん、ちょっとこれで一回行ってみます。このコースは頼んだぜ、本日幾度となく名勝負を、注目のカズマ君は青レーンだ。あ、でもタイヤ普通のタイヤだな、ボケサーファイターだ、タイヤ普通のタイヤでいいんだな。それではレースを開始するぜ、レディー、お、早い、でも早い、あ、でもすぐ追い抜かれちゃう、ちょっと早いね、やっぱり。君の力はそんなものじゃないだろう、本気を見せてくれ、いけるぞ。いや、遅いな、タイヤを変えよう、まずそれはよくわかった、今回の行こう、ここでちょっと一回力を残していたのか、まあちょっと今回はちょっとねステレスになっちゃって、そんなものじゃない、あの体勢から復帰するとはやるじゃないか、なんということだ、うん、まあうん、まあ、うん、まあいいでしょう、まあ、最初はね、最初はっていうかもう、うん、バレルタイヤにしてみよう、うん、コーナーとかバランスがやたら99とかあるのはこれはこれでいいのかなって気もするんですけどね、うん、うん、ちょっとこれで行ってみましょう。頼んだぜ。本日幾度となく注目のカズマ君は青レーンだ。対するはこの俺、ボケサーファイターだ。みんな位置につけ。レディー。スピードは、ああやっぱちょっと速いね。でも全然いい勝負してるよ。うん。あれ、なんか急に失速しなしたんじゃない、ああ芝生のとこで失速してますね、芝生で失速してたな、ここほら、ここに行くしかないな、もう残していたのか、素晴らしいレースだった、また一緒に走ろう、どんぐらいの差、あ、1秒か、1秒だったらなんとかなりそうだな、じゃあ いろいろいじればね、ちょっとなので、ね、フィンをね極めスピードフィンに変えてみました、ね、でタイヤはバレルタイヤにしまして、はい、さあこれでいってみよう、このコースも本日幾度となく、そろそろ勝たして、注目のカズマ君は青レーンだ、対するはこの俺、ボケサーファイターだ、よし、みんな位置につけ、決着つけてやる、ブーストつかないと絶対勝てないですね、こいつ、うん、いいよいいよ、うん、ついてってる、ここの減速がねもったいないっつうか、本気を見せてくれ、どこで使うか、次使おう、
あのガタンガタンガタンのとこ越えたら行こう。うん、行くよ。よし。ラスト1周のガタン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 を超えたか超えないかぐらいで使うと多分ちょうどいいと思う。よし、スピードでは確かに遅れは取る。だがブーストを使えばね、させない差じゃない、うん、ここね。あいつなんであんなすんなりいけんの。それでさせる差だ、この差は。ラスト1周で使います。果たしてどうか。ここで1行く、もう行く。どうだどうだ。ああうん、惜しかったね。でも分かったわかったぞ、うん、わかった、うん、もうガタンガタン中に使うしかないんだからもう、うん、一か八かで、うん、わずか0コンマ何秒の差でしょ、うん、ゴール前離させてきてやるよ。もうわかった、うん、競馬で言ったらこっち追い込み馬の心境ですね、まあ、この子頼んだ。注目のカズマ君は青レーン。行くぜ。これ面白そうだな。最後直線まで足を止めて溜めて直線でガーッと行くという、そういうレースをしてる。ここはもう変わんないんだよね、うん、ラスト一周の全ては散々逃げるがいい。差し切ってやる。君の力はそんなものじゃないだろう。本気を見せてくれ。次のラップだ。そうだ、行くぜ。行きますよ。行こう。ここで行く。もうここで行く。よし。どうだ。くそ。今日のレースは僕の勝ちだ。もうちょいだね。もうガタンガタンガタン、もうもっと真ん中から押さないとダメだね。うん、分かった、うん、次だぞ。次行くぜ。早いな。いい調子だ。行こう。スロットルだ。うん、嘘早すぎるの。今度難しい。あ、そっか、ジャンプ超えてからじゃダメなんだ。なあ、これシビアだな。本当にもうあとちょっとスピードが加速力が上がればでもあれかな、そんなシビアに勝負かけなくてもいけんのかな。じゃあちょっと一回平転モーターでやってみっかな。加速力が19下がるけどスピードが30なんで、うん、これでちょっと一回行ってみよう。これでさっきと同じ仕掛けところで行って、うん、注目のカズマ君は青レーン。でもさっきのが一番なんかフィットしてたんだよな、このコースに。ポケサーファイターだ。みんな一律系、うん、ちょっとね、ただちょっとお、はいはいはい、あ、嘘、あ、こういうことになるのか。ダメだ、やっぱダメだ、早すぎるんだ今度。よし、ちょっともう一回じゃあこれで同じやつで行ってみよう、うん、仕掛けどころだな、ほんと。注目のカズマ君は青レーンだ。
対するはこの俺ボケサーファイターだ。そしたら煽れになっちゃうんだね。これそれではレースを開始するね。しょうがないんだね。レディー、うん、同じ作戦ですが、うん、あのガタンガタンのところ見極めないとね、使いどころをね、君の力はそんなものじゃないだろう。こう本気を見せてくれ。ガタンって落ちたとこだな。うん、分かった。あそこが合図だ。うん、まだ終わらねえ。山から下ったとこだ。ガタンガタン。ごはん、ごぼうだ。うん、分かった分かった分かった。うん、そろそろよし、行くぜ。君の力はそんなものじゃないだろう。本気を見せてくれ。スロットルだ。どうだ。どうだろう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 。ダメだ。今日のレースは僕の勝ちだ。どうやってもダメだな、勝てねえわ。なんか、うん、ボケザファイターあんた強えわ。うん、強い。ちょっとダメなんで、うん、一回外に出て、一番いいのはね、あの何でしたっけ、自販機で新たなねパーツを揃えられるのが一番いいんですけど、なかなかね、そんな自販機こうあったっけ、自販機、もう自販機やったら、あ、1万か、1万だったんですよ。ちょっと200万100万円自販機でしたっけ、うん、もうメガドライブのリーベーかも、こんなねいらないんですけど、うん、そればっかりやっててもしょうがないんで、まだねサブストーリーもクリアしてないんでね、あのテレクラに行けますね、もちろん、うん、あ、遅い、ダメだな。もしもし。もしもし。そうだな、うん、セクシーな声してるのね。またな、うん、もう外ればもうすぐ分かっちゃうんだよね。まだ終わらねえ。早いやつ来い、早いやつ。お、早い、うん、なかなか早かったよ。もしもし。さ、もしもし。お、そうだな。聞いたことないパターンだよ、これ。やっと誘ってくれたのね。なんかちょっと声がなんていうんですかね、ちゃんとしすぎてるというか、なんかオペレーターみたいなね。もうこんなに熱くなってる。責任取ってね。なんか桜臭いっていうか、オペレーターさんと話してるような感じで。これが本物の、ね、女優さんだったらいいんですけど、どうなのかな。あ、ちょっと微妙、桜臭い、うん、でも切れなかった、もうなんかまともな声だったから。どうなんだろう。名前、名前、ああ、よろしくね。あれやっぱりね、やっぱりね、ああダメだこれ、うん、桜子だ。くそ。でももうこれで、あの何、桜の声もインプットされたからな、うん、いや、うん、いけるはずだ桜、うん、分かったぞもう、うん、でもこれはもう明日につながる敗戦だな、今回のは。ちょっと、うん、分かった、もう声が分かったから、これテレクラテレクラで一気にやっていかないと、例えばこう日が経ってとかってやると忘れちゃいますね、声ね。だから覚えてるうちにやった方がいいですね。さあ早くちょっと新たな人をね、もうテレクラだけでしょう、ほとんどテレクラとボケサだけだから。ん、遅かったかな、余裕で。もしもし。どうだろう声。もしもし。え？そうだな。やめとこう。やめとこう。お上手ですね。またな。うん。ちょっと声が、うん、まだ終わらねえ。ただ早、ゆっくりだったからね。うん、あんま早くないな。
ギリギリで抑えるぐらいがいいんだけど。もしもし。もしもし。ん？そうだな。え？でもこれ絶対これは、うん、私も会いたいです。当たりだと思うんですけど、あとは被ってるか被ってないかだよな。今までの人と。でもすっごい楽しみです。ねえ、この声は絶対。オペレーターとかそういう声じゃないですからね。名前聞いたことない人だったらいいよ。はい。ああ次だ。うそー、また あもうダメだ。もうなんか心折れるわこれ。だってしかもすごい難しかったんだよ、当てんのやつ。だってずっとあのダメなやつと重なりっぱなしで、ずっとね、回転の仕方までリンク同じ回転しちゃって、それでさくらちゃんなの。あーダメだ、もうあのやっぱりね、一応私のコマンドがね、やっぱりねちょっと呪い気がしたんですよね、うん、だからそういう時はね、もうんって思っても切るべきだな、うん、ここでちょっと四角に山張ろうか。四角に山張ってちょっと早いの来てほしい。早いの来てよ。まだか。あ、早い早すぎて押せないよあんなの。もしもし。しかもそれで今までまるでずっとやってたのに、今回に入って四角に手を置いてるという、この焦るなよ。さあどうだ。ダメだダメだ、遅い、全然遅いわ、さっきと比べて。ダメ、切る切る。もしもし。もしもし。ダメダメ、これ外れの声、これもう覚えてんだ、うん、またな、うん、もういいよ、もう外れは。もうまだ終わらねえ。まだ終わらねえ。ダメだ、遅いよ、遅い。もしもし。もしもしかな。もしもし。ああ同じじゃん、お前。そうだな、お前またお前かよ、もう。くそ、まだ終わらねえ。まだ終わらねえ。ダメだ、遅い。ダメだな、これやってる間に時間になっちゃう。もしもし。もしもし。あ、ダメ、これダメ、こうやって、これ覚えてんだ、これインプットされてんだよ、うん、前回で。もしもしはね、またな。もしもしはね、これダメなの。あと、もしもし、まだ終わらない。これもダメ。さあ、来い。ダメだ、遅いんだな、もう遅いのしか来ないぞ。もしもし。もしもし。ん？そう。あ、ちょっと待って、これダメだ。騙されるな、桜だ。またな。桜だ、これ絶対。スピードでもう。まだ終わらねえ。うん、スピードで見極めよう。あ、まあまあ早い。まあまあ早い。うん、もしもし。もしもし。そうだな、どうだろう。できちゃいました。もうなんか2回連続桜だと、もう何がわかんない、もう全然わかんない。なんか桜の声までは覚えらんないもんな。ちょっとオペレーターっぽい感じはしなかったな、うん、でもさっきもね、オペレーターっぽい感じはしなかったんで、桜くんも。名前だよ、名前。ああ名前。もうダメだ、もうわかんねえわ、もうわかんねえ、もうもうわかんないよこれ。助けてくれ、もう助けてくれ、もうダメだよ、もうわかんないよ、もう今回タイトル決まったな、もう桐生桜に捕まるだな、これもう。ダメだ、
あと何人ぐらいいるんだよ、だって会ってないの。結構会ってますよ、でも。結構会ってるっていうか、やってるんだよね。結構やってる割に、桜率高いよ、ちょっと。桜率と、もしもしと、もしもしが、これが非常に高い、もう。9割ぐらいの確率でそれなんだもんだって。もう、ダメだな、これ。もう丸に手を置こう。もう何が来ようと丸に手を置いて。うん、焦るなよ。ちょっとそんな早くないですよね。もしもし。もしもし。あれ？そうだな。この声聞いたことないね。どんな人なのかしら。あ、これ生の人だ絶対。うん、私も会いたいです。この子の顔が見てみたいな。ドキドキしてきちゃいました。可愛らしい声ですからね。でもすっごい楽しみです。可愛い声でね。じゃあ後で会いましょうね。さあどんな子が登場するのか、ちょっと女の子楽しみですね。どんな子が出てくるのかなって。ちょっとね、何しろもう桜桜桜の桜3連発でもうそれちょっとじらされまくってるからな、こっちはね。もう散々じらされてるから。もう名前、まず名前だ。名前、え、なんていうの、リクっていうのかな。リキューじゃないですよね、まさかね。どんな服装してるんだよ。水色のショート多いね。水色のショート、なんかあのメガネっ子が思い浮かんじゃって嫌だな。なんか水色のショートって言うと、さ頼むぜ。今度はそろそろ先に進ませてくれ。あ、やったやったよ、よかった。あ、2人いるパターンかな、これ。あれか、何人かいるのかな、やっぱり。何？ん？あれ？あれ？あっち違うじゃん、水色じゃないじゃんね。まず横から様子を見よう、ちょっと。まだどちらかわからないね。水色だから手前ですよね、絶対ね。奥はだって何グリーンですからね。顔見せねえってか。少しだけ見えた気がする。そう、正面からちょっと見てみよう。じゃあ正面から。まあどちらかわからないな。そういうことなのね。わかったわかった。うん。何？とにかく顔見せねてね。声かけてみよう。だこの場合奥になるんでしょうね。こっちだ。水色ですからね。これでじゃなかったらちょっと。でっかい。あ、よかった。あ、こういう感じなのね。行くか。よっしゃ、よかったよかった。こう、ちなみに外れの方っていうか反対側選ぶとどうなってたんでしょうね。いや違いますけどってなっちゃうのかな。よし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 、やっと進んだぜ。ああ、し、ん？また会えるか。はい。
よっしゃ、分かった分かった。よーし、なんとかすんだぞ、よし。そっか、ミニゲームじゃなくてサブストーリークリアすると同時に長くするから IP ももらえるって、CP ももらえるってことなんですよね。まあね、まあ一応サブストーリー1個クリアしたんでね、今日はこの辺で終了したいと思います。何しろハズレが多すぎてね、もうゲームしてる時間がねすごく長くなったんで、はい、というわけで、じゃあ一応一歩ずつですけど着実に進んでます。はい、というわけで、また次回よろしくお願いします。はい、さよなら。